はい、それでは中畑監督です、はい、序盤4対0のリードがあったゲーム展開でしたが、いかがでした？そうですね、いい流れを、作れたような、ね、スタートは切れたんですけどもね、徐々に、ね、失点のパターンというかね、橋本君ですか、彼に打たれたツーランもそう、彼に出したフォアボールもそう、そこからも、ね、キーマンになっている選手がしっかり、ね、役割みたいなものが、ね、結果に結びついているんですよね、向こうはね、そういった隙を与えてしまう、与えてはいけないチャンスを与えてしまっているというところが、ね、今日須田もそんな悪くなかったですけどね、ピッチングとしては十分、6回、7回ぐらいまでいけるかなと、まあ、同点に、ね、すぐ追いついて、ね、戦う形は作れたんですけどもね、その後の、ね、頑張り、それからつなぎの役割というのかな、それが今一つ、力不足というところで、完全に先に、ね、先行されてしまったと、今度追い越されてしまったという展開ね、となると結構厳しいんですね、まあ、明日、まあ、連敗を止める意味で、はい、一つの大事なところでは何でしょうかね。まあ、もう先発ピッチャーですね、先発ピッチャーの頑張るしかないです、はい、あのベテランが、昨日も、ね、大輔がゲームを作ってくれて、明日は藤井が放りますんでね、彼らがきちっとゲームを作ってくれて、点を取るというね、形をしっかり作りたいんだ、作りたいと思います。はい、よろしくお願いします。明日期待しますね。はい、頑張ります。はい、はい、いつも以上に今日は試合中に声を出したんでしょうか、少し声が枯れ気味だった中畑監督です。そうですね。連敗